これぐらいだ。それやとそれに全部合わさなあかんねん。一番いいの来てる。新潮屋台を焼かないようにこういうふうな天候になっていると僕は思います。5日の日に入魂式をし、新潮屋台が誕生し、みんなの心を一つにし、そして今日は屋家の心意気を出していただいて、今日明日の祭りにおいて素晴らしい練りをしていただきますようお願い申し上げ、ご挨拶といたします。皆さん、おはようございます。お疲れ様です。この日を迎えられたのも皆様のご協力のおかげだと感謝しております。祭りの成功を祈って乾杯。ありがとうございました。それでは、ただいまより趣旨の皆さんによる芝居の方をお願いいたします。
Yeah!